まずは、下っ端順に挨拶していきましょうかね。横牛じゃあ昨日の牛にね、次に下っ端な、はい、なぞなぞ部長どうぞ。はい、なぞなぞ部長の白上ゆぶきです。よろしくお願いします。なぜかあそこに、なんかあの社員のところの下になぞなぞ仮面まで一緒にあるのはなぜなんですか部長。あれはもう今となってはレアな仮面だから取っといてます。あ、そう、あとお宝箱ですか。お宝、お宝。次、インターン。はい、インターンの狼美代です。建築技術を学ぶために泥棒建設で学ばせていただいております。よろしくお願いいたします。あ、でも最近はなんか建築技術より泥棒を増やすこと、はい、泥棒じゃないわ、動物を動物を増やしまくってないか。動物を増やす活動をしてますね、最近は。ね、最近はね、動物泥棒ですね。はい、はい、あのキノコ牛もね、あのこれどうやらコアがどっかから取ってきたやつが放棄されてたのを取ってきました。お、泥棒だね。よかったな、あえてキノコ牛。はい、次、社長秘書。はい、社長秘書、泥棒建設社長秘書を務めさせていただいております高根瑠衣と申します。よろしくお願いいたします。主にインフラ整備など、皆さんが、過ごしやすいように建築などをさせていただいております。素晴らしい、よろしくお願いいたします。素晴らしい、よろしくお願いします。おしゃれ番長、そうなんです、うちの会社のねおしゃれ番長も務めてくれてますから。よろしくお願いいたします。はい、そして私、泥棒建設の泥棒担当の猫又おかゆ代表取締役でございます。泥棒担当。泥棒担当なんだ。はい、泥棒を担当させていただいております、この会社のね。最近の泥棒の、実績、はい、実績お願いします。最近の泥棒の実績はるいちゃんのチェストの中から名札を取ったかな。ちょっと待って、え、そうだったの。あとはね、身内での犯行、はい、あとはふぶきちゃんに入社祝いに馬をプレゼントしたんですけど、まあ、そのあげた馬をちょっと水に沈めて遊んだりをしてましたね最初に。それもう泥棒じゃないですよ。やめてくれよペガちゃんも。自ら渡した馬をそんなことしてるんですか。やっぱ自分でプレゼントすると殺しやすさもあるよね、やっぱり。やめてください。入った会社間違えたかもしれない。間違えてない、間違えてない。ここしかない、ここしかない。